銀の再生ボタンです。ついに届きました。グループ YouTuber の悩みとして、これもらえるのって一つじゃないですか。一つじゃ足りないなと、せめて二つは欲しいじゃん。あ、まあ確かね。そしたらやっぱ半分に切るしかないですね。いや、挑戦的だな。ということで今回ね、この銀の再生ボタンを大量生産します。綺麗に取り外しました。やりました。裏はね、こんな感じでネジがついてるんですよね。なんか裏はなんか見ちゃいけない、夢が壊れちゃうから。型を取っていきたいんですけども、はい、お湯丸、これが意外に型を取るのに向いてるとということで、はい、このね、お湯丸をまずは熱湯に入れて柔らかくします。お湯丸、全部入れます。お湯丸、さあ、すべて投入。いや、お母さんの料理を思い出すな。どこ出身だよ。おお、くっついてる、くっついてる。えっ、たまにやるよね、それ。さあ、それいきましょう。じゃんじゃーん、ちゃかちゃか、絶対でもまずいよね。で、これでまずはちょっとね、うん、隙間がないように埋めます。なるほど。うい、なんかやるんだよ。あ、腕湯が入ってる。うわ、ダメだ、やり直しましょう。さあ、これぐらいでいいでしょう、はい、ちょうどね、まあ銀の再生ボタンが埋まりそうな形に今持ってきました。さあ、これでね、この銀の再生ボタンをここに埋めます。なんか裏汚いんだよな、この YouTube のね、なんか三角のマークが。そうだね、そこ綺麗にね、取りたいね。しっかりいければいいけどね。いいですね。できました。できました。これで型の完成です。で、今回はね、このレジンキャストっていうのを使います。アクセサリーとか使うやつかな。へぇ。うわー、独特しい。これ A と B というのがあるの。これを組み合わせることで反応して固まる。さすが分かってるね。レジンマスターですから。なんだこいつ。おー、リンゴジュースみたいなのか。リンゴジュースで例えちゃって。混ぜます。そう、まだね、液体だけど合わせることによって多分これでもう固まる。とろりと入ってった。これ大体1分ぐらい置いた、突然反応し始めたね。そうだね。さあ、固まりました。おーおーおーおお、気持ちいい、気持ちいい。ちょっと見ないで。なんでだよ。恥ずかしいから。あっ、あっ、おーおっ、できたー。結構しっかりできてる。ちょっと歪んでるけど、でもここら辺切って形整えばかなり本格的だよね。まあそうだね、遠目から見たらかなり近いと思いますね。最後染めますね、これを銀に。自分の靴を染めるの。ちげえよ。ということで、ついに完成しました。これがまあ普通のね、銀の再生ボタン、本物でございます。こちらが、で、こちらが僕らが作り出した銀の再生ボタンですね。偽物です。ということでね、はい、こちらの複製した8枚は渋谷ジャパンの分、はい、そして本物の私はこちらを持って帰りたいと思います。そっちの方がいいわ。